はい、すみません、もう一つ疑問があるんですけども、飢饉とか戦争とか疫病っていうのがね、あのサタンの手によってものすごく今まで人類を苦しめてきたのはよくわかりました。よくわかったんですけども、例えば戦争が起きてその爆弾がボーンってからね、何百人とか原子爆弾みたいに15万人が一度に死にましたっていう中に、サタンの手下ってのは含まれてなかったのかなっていうふうにも思うんですよ。サタンが何かを仕掛けるときに、人類を使って仕掛けるときに、自分の仲間だけは避けて疫病にかけたり飢饉に合わせたり戦争に巻き込んだりとかしたのか、それとも仲間たるサタンもろともですね、そういうことをしてたのかっていうのは、なんかここの中で読み取れなかったんですけど、いかがだったでしょうか。どういうことなのかなと思いましたんでね、教えていただけるとちょっとまた読み進めるのが楽しくなるかなと思いますんで、よろしくお願いします。それでは失礼します。